ございます。なんか電話してたら遅くなりましたって毎日言い訳してますけど、2月何日でしょう16日ぐらいですかね。おはようございます。2月16日多分木曜日です。おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。なんか結構寒いですね。そんな朝ですけど、なんかあのミルクさんの投稿、今なんか電話とかして遅くなってるのになんか今読んじゃってましたけど、あの毒なんかどこでやってるんだろう、ポアゾン店とか言ってましたけどね。なんか昔ポアゾンっていう香水がね、今どうなんですかね、分かんない、あれですけど、なんかいいテーマですね。なんかすごいな、すごい切り口だなと思いましたけど、あのそういえばそうですね、あのああいう企画する人ってすごいなって思いますけど、ちょっとなんかね、企画する課題が最近あって、めっちゃそういうのやってたので、なんとか店っていうとすごいそういうのやる人たちのなんかリスペクトがすごいですけど、ではちょっととりあえず引きますかね。お願いします。ありがとうございます。Thank you.
わりました。なんかよくわかんないやつでしたけど、まあこんな感じで、特にないですけど、なんかないですかねみたいな。そうですね、昨日言ってたのは、言ってたっていうか、昨日ちょっと今ね、いろいろその後始末っていうか、ちょっと次に向けてこのカオスを一回戻さないと、去年の、まあ、9月ぐらいからかな、とにかくなんか異常な、なんかまたコメントありがとうございます。異常な、なんか忙しくて、なんかちょっとまた弥生さんに優しくコメントくださって、光のシャワー浴びまくった感じです、皮膚が耳になった、ありがとうございましたって、もうそんなっていう感じですけど、これ的には今日ちょっとまた別の実験したんで、なんかすごい、そしたらこんな感じになったので、ありがとうございます。なんかどうかわかんないけど、そっちに誠実ってどっちだった話ですけど、結果じゃなくって、私の弾いてる時のあり方にすごく誠実になろうって今日思って、なんかこう体のなんかこう歪みとか、なんかこうそこら辺、そっちを整えるとどうなるかっていうなんか実験をしたんです、今朝は。そしたらなんかこう音的には解決しない、なんていうのかな、ドミナントトニックとか、なんていうのかな、まあね、そういうなんかコード進行的に解決してくれないみたいな、ある重要かもしれないですね。なんかこののらりくらりだなと思ったんですけど、その私が一定のこう 体感覚を保つみたいなことはちょっと、なんていうのかな、なんかね、ちょっとね、これまた説明できないからするのやめようと思ったんですけど、今言おうと思ってたことともちょっとは関係あるっていうか、なんかあって昨日なんかいろいろなことが、いろいろなっていうか、いろいろかな、でもなんかちょっとその、まあ、勉強でもないけど、なんかいろいろ その日にね、誰と喋ったとか、そういうことで重なったなと思って、そのやっぱりその全然違う方向で違う人と関係ないところで、1日例えば 4回誰かと喋ったとか、なんか話を聞いたとかしたとかいうのが、その日のテーマみたいに全員が同じことを言ってきたっていうか、同じことっていうか、私がそう取っちゃうっていうこともあるでしょうけど、そういう日ってあるかなと思うんですけど、昨日がそんな感じで、でそれがまた微妙すぎて、とっても言えないから言うのやめようと思ったんですけど、なんかでもでもその簡単に言うととか、まあ簡単に言えないけど、でもそ、まあ、さっきの続きで、ちょっともうこのタイムリミットでこの1日ここまでって、その片付けないともうなんか死ぬって感じで次に入れないっていう感じで、それでその家を片付けるみたいなのもそうだけど、そうじゃなくて、そのいろんなジムっていうか、例えばコンサートのいろんな、まだいろんなやつがそこら辺にあって、でもそれ触ったらもう終わるって感じで、次っていう感じで、その日やることはそれやんなきゃ死ぬっていうことからやるから、そのコンサートとかでも最低限の後始末はしてるけど、その最終的な私の中での後始末みたいのが、もうコンサート前からですね、9月ぐらいからで、その12月頃とかの
そのそうすると私の自分のそのトゥードゥーリストとかがいっぱい出てくるわけですよ、そのいろんなメモが。そうするとなんかもう終わってんのにもうちょっとドキドキするっていうか身の毛もよだつぐらいなんか綱渡りでああみたいな、ちょっとこれ本当になんか普通に終わっただけであらゆる方向に感謝だなみたいに思ったんですけど、これ一個踏み外したら大変なことになってたなって思うのと、やっぱこれはなんか本当はやっちゃいけないっていうか異常ななんか予定の積み、でもやっぱり今思っても一個も外せなかったし今しかなかったし、ああもう感謝みたいな感じになってたんですけど、でもそれはそれでなんか この世的っていうかこの世的解釈でその見てるけど、全体でなんかねつながってるっていう感じもするんですよ、全部の用事が。実は区切りってないから、なんかこう見え方で大きな一つのものをなんかこう端からやってるみたいな感じの、初めてそういう風に思ったんですよね。これちょっとだからあんまり上手に言えないんですけど、ちらっとそのいろんな用事もね、そういう捉え方で、だってまあそういうこと言った人も昨日いたんですけど、やれるのって今ここだけだから、どんなに誰かは用事が2個か3個しかなくて私が100個あってなんか不利だみたいなとか思ってたり、何百個用事があっても今やるのは今の1個だから、他の99個は別にどっちにしろないっていうか今で、あと問題だってね、99個の問題はどっちにしろ今なくてないんだけど、あるっていうかない、それとこれとはつながってるっていうか、それがここに来るだけだから、それが今に来るだけだから、やっぱりなんか気持ちの問題だなってすごい思ったんですよね。なんか全体性みたいなのすごい感じたって一言で言えばね。だからその例えばこのさっき弾くのだって当たり前だけど分かってるけど、指先が弾くんじゃないから、だってどこまで指先って言ったら、実はなんかじゃあ切ってくださいって言われたらどっから切るのみたいな、指先でそのままじゃあここもつながってここもつながってとか言ってたらもうなんか全部つながっちゃって、そして今度地面とつながっちゃってとかってなったらもう全体が引くっていうことになってくるじゃないですか。そうするとなんか同じかなったから、その一個の用事も全体が細部をやるっていうこと、まあ細部に全体が宿って全体に細部がとかなんか言うけど、なんかそんな感じで、ちょっと気持ちの持ちようでなんか変わるなって思ったっていう、そんな感じですかね。なのでまあとりあえずまあこれから先も身の毛がよだつ感じなんですけど、まあ多分危なかったとかっていうのは危なくないのかもしれないんですよね。もう起こり終わってるから、そうなんですよね。なんかフラットな地面に書かれた平均台の上を危ないとか言って渡ってるけど、別に横が崖ってわけではなくてとか、そういうことなんだろうなとはね思いますけど ね、 よく子供がこう地面にチョークで書いてそっから落ちたら死ぬとか言ってやるけど、別に死にはしないみたいなところで遊んでんのかもしれないなとか思ったりしましたね。そんな感じですね。なんか変なあれですけど、ということでまあそう、早くすると言うとそんな感じでしたかね。なんか境界線が
ないんですよね、本当はね。そういう話です。そんなで、それでまたちょっとやってみたらまたどうなるかね、わかりませんけども、今日も めっちゃあの行けるとこまで行きたいなって、じゃあ先にね行けないのでっていう感じですね。なんかいろいろとなんか ちゃんとこう踏み倒してないかなみたいな挨拶とか、今頃ね、今頃そういうのがあったり、まあでもまあね、そういうそのベストなタイミングっていうのもあるなとか思ってて、すっごい気になって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 、でもなんかそれをやるタイミングが来ないって言ってっていうのが、まあ優先順位に入ってこないからっていうのもある。ちょっとでできるじゃんって言うけど、そのちょっとをいっぱいやっちゃうとやっぱりその何かができなくなるわけですよ。だからっていうことで、そういうのって、でもやっぱり、あ、今がタイミングだったんだなっていうことも多いですよね。だからその常識的にっていうか、まあ一般的にっていうか、あの優等生的に今これをやるべきっていうのが、まあ本当にやんなきゃ大変なことはやんなきゃダメだけど、なんか流れが来てないっていうのは今じゃなくてもいいっていうこともあったり、そこでめちゃくちゃあの頑張って、あのそのことを対処に走ったところで、結局 なんかこういい流れじゃない中で、でもそうするべきだからって言って、なんかの対処にすごい走って奔走してなんとかなったと思ったら、結局水の泡みたいなことも結構ねあって、やっぱりじゃあ放置してた方が良かったじゃんっていうこともあったりしたりとか、言い訳したりとかいう感じですけど、まあなんかとりあえず、うん、まあだからそれでいいんじゃないですかね、全部ね、多分それが、それはそれですね、それはそれって結構いい呪文ですよ、それはそれ、それはそれ、いいも悪いもない、それはそれなんですよ。起きたことは起きたことみたいなっていう、淡々と行くのもなんか淡々と織物みたいですね、織っていく、織物ってなんかそれだけで悟りそうなんか思いますけど、そんな感じでいきますかね、ということでしたね。なんか全然なんかまとまりませんけど、なんかそんな感じでいきたいと思います。なのでまあそうですね、だからそのピアニーの的には、ピアニーの的にはというか、ピアノ的には、あの本当にあの目的がもうそのどう役に立つかしか考えないってことにな、うまいとかあのすごいとかっていうのはもう捨てたんで、まあ、捨ててますけど前から。でなんかだからその役に立つ音っていうか、その聞く音っていうか、でそのやっぱりその手がかりとしてやっぱりいろんなこと言ってくださる方がいる時に、嘘でねわざわざ何か言うってことはないと思うので、そういうなんかね、そのなんていうのかな、だからやっぱりそのこっちとそっちが一緒だから、音によって私が変わればそっちも変わるっていうような、何かその流れがとかね、滞りが流れるとか、全てそうですよね。あの全てのことって何かどこかに、病気でもその気持ちの何かでも、例えば落ち込んでた人がちょっと前向きな気持ちになってコンサートホールを後にするっていうのって、まあ基本の永遠の目標だけど、そういうのもやっぱ何かの滞りが何かのきっかけで流れ出して、そしてこう全体としてのこう流れに戻っていくみたいなところに戻すことを、世の中食べ物にしろ、何かのサービスにしろ、マッサージにしろ、
カウンセリングにしろ本にしろ、なんかそういうことですね。混乱しているものをあの美の秩序に戻していくっていうののちょっとしたこう小さなお手伝いみたいなことをみんながあらゆるところでしているような気もするんですけど、だからそこにどうだとかなんかあの勝つとかで結構なんかあの美じゃない流れになったりで、本当に勝ってるっていうか本当の人たちっていうのはそこにそこの流れに完全にこう子じゃないんですよね。完全になんていうのかな、その流れが大きいっていうか利他の流れが大きいっていうかいうことでしかあの大きくはならないっていうような気がしますけど、まあそれ原点ですけど、そういう意味であのじゃあどう一音弾くかっていうとやっぱり自分の体とかをこう別っていうふうには、それはなんかやっぱりそこに一つのなんか不自然ができちゃうから、自分の中に不自然が1ミリもあったら人に届いた時にも不自然になっちゃうとか、そういう感じですかね。そんな感じでなんかあの思いました今朝は、という朝でした。じゃあ終わりたいと思います。なんかちょっと明るくな感じですけど、まあなんかいろいろね実験しながらいきたいと思います。今日は2月16日木曜日です。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。では明日の朝に失礼します。ありがとうございます。